ニュースです。人気アイドルグループ桜坂46のメンバーハブミズホさんが先日お寿司を食べたところわさびが入っていることに驚きました。終了ですよ。キャスターの方席を立たないでください。キャスターが立ち上がったらダメですよ。立ち上がらないでください。ということで早々に小林はなんか無難にこう言ってほしかったですけどね、まとめてくれそうだったんですが、ね、全然私には噛んでるように聞こえなかったですよね。やとするならば今から耳鼻科に行った方がいいです。しっかり噛んでたから噛んですよ。